コンサルモン、鍼灸整骨治療の精霊トリサルモンと鍼灸整骨治療の精霊風峰ハリスが送る機動戦士ガンダム水星の魔女第5話放送直後感想会スタート。はい、やっていきましょう。はい、ということで、もう5話まで来てるってこともね。早いもんですね。5話も過ぎたなんて全然思えないです。ねえ。ということで、今回の5話ですが、いかがでしたでしょうか。はい、今回の5話の見どころといえば、やはりペイル寮のモビルスーツガンダムファラクトが出てきたというところが一番の見どころだったのかなと思いました。そしてエランが強化人間だったっていうところですね。そこもね、まあこれはガンダムを見ている人だったらわかると思うんですけど、強化人間というワードがあるんですよ、ガンダムの世界には。それはどういう人かというと、人為的にこういろんな細工をされて、何でしたっけ、ニュータイプを意図的に作る技術なんですよね、強化人間技術って。はい、でそれが昔のガンダム、昔というかですね、宇宙世紀シリーズではたびたび出てくる存在だったんですが、今回エランがまさにその手を入れられて、人為的にガンダムに乗るために作られたパイロットだったということがはっきりと分かりましたね。そして次にエアリアルが、ガンドフォーマットが使われているけど、昔のガンダムのように、昔っていうかそのプロローグの時のガンダムって人の人体に影響を与えて、そしてガンダムの性能を引き出すというようなスタイルだったと思うんですけど、そういうものではなくなっていたというところが分かりましたね。この辺りがやっぱり今回のポイントだったのかなって思いました。であとガンダムファラクトもオールレンジ攻撃というですね、ファンネル、これもその宇宙世紀シリーズのガンダムにはよく出てくる武器なんですけど、自分の意思を使って武器を操るっていうね、まあリモート機能みたいなのがついてるんですけど、まさにニュータイプ、ね、まあその機能がねガンダムファラクトにもついていたっていうところが結構すごかったですね。あの描写かっこよかったな、敵ながら。そうですね。残念だったのがグエルがかませ犬になっちゃってるっていうところなんですよ。やられ役になってしまった。これがね、なんか結構グエルがいいやつになってきてますね。そう、せっかくねスレッタをかばって前に出てくれたのに、そうなんです。あーと思っちゃってね。はい、これはやられるだろうなって思いながら見てました。ただね、ガンダムのオールレンジ攻撃に通常のノーマルモビルスーツではちょっと分が悪すぎたなって思いました。でもよくやってましたよね、そうもんね、途中までね。だからグエルもそのうちガンダム操るようになるのかな、もしかすると。なんかやればできそうじゃないもんか。やればできる。何事も。そうですね。そのあたりどうなるのかなっていうところですね。でただ今回グエルは味方になってたじゃないですか。エランも多分後々スレッタの味方になる気がするんですよ。なるもんかな、これ最初の頃話してたもんよね。話してましたね。僕はねならない方にね言ってしまったんだけれども。あ、本当ですか。なんでかっていうと、結局エランも大人の事情によって作られちゃってるじゃないですか。そしてそんな自分の人生を呪ってるじゃないですか、エラン自身も。ガンダムに乗るのは苦痛だってね、楽しいなんて思ったことは一度もなくて呪いだって言ってたから。無理やりその仕事をさせられてる立場だと思うんですよ。だからおそらくスレッタと対峙して、多分スレッタが勝つとは思うんですよ。でそれでおそらくエランも多分スレッタ側につくことになるんじゃないのかなと、なんかそういうふうに思いました。僕はね、なんかちょっと違って、なんか多分後々何かの戦いに巻き込まれていくとしたら、なんかこうスレッタ側につくとまではいかないんだけど、最後結局なんかなんだろう、途中まではなんだかんだで、なんか僕とは違うんだからって遠ざけてるんだけど、途中でなんかもっと君と分かり合えたかったみたいな感じでなんかやられそうな気がするもん。かばって。あ、なるほど、うん、確かにそれもあるかもしれない。なんかいなくなっちゃいそうな気がする。いなくなるか、確かにあり得るな。っていうのも今まで出てきた宇宙世紀シリーズのニュータイプは、うん、ニュータイプじゃなくて強化人間は、うん、みんな死んでるんですよ。そう、そこね。そうで敵側だったんですよ。味方の強化人間いなかったんじゃないかな、うん、誰も。なんかちょっと分かり合えるところもあるんだけど、うん、そうそう、でも結局はやっぱ自分とは違うっていう方向に行って、はい、みたいなね。そうなんですよ。確かララーとアムロの関係もそんな感じだった気がするんですよ。だからおっしゃることはそうかもしれない。うんと思いました。だって4もね、結局なんかいい感じだったんだけど、なんか結局なんかねみたいな。そうなんですよ。なんかそんな気がするな。いや、それは確かにでも鋭い、うん、ところかもしれません。まあ分かんないわけだね。そうね。あとガンドフォーマットの話が、はい、話の中で出てきたんですけど、はい、手を動かすと動いてたじゃないですか。ね、操縦するところから離しても動いてたもんね。そうなんですよ。だからガンドフォーマットっていうのは要は身体拡張機能なんですよ。だから自分の体の延長線上に、ある道具っていうことだと思うんですよね。でそれがエアリアルには搭載されていたということで、まさに操縦者の感覚がそのままモビルスーツに伝わるっていう、そういうものだったんですね。まあ使い方によってはめちゃめちゃ危険もんけどね。危険だと思うんですけどね。ただ僕あの技術って便利そうで、実はそんなに便利じゃないんじゃないかなって思ったんですよ。なんでかっていうと、旧世代っていうか宇宙世紀シリーズのガンダム、アムロが乗っていたガンダムって実はパイロットの状況に合わせてモビルスーツが成長するんですよ。中に AI っていうか、まあコンピューターが積んであって、そのコンピューターが操縦者のその癖とかを覚えていくんですよ。で結果オートで多分動いてくれてるんですよね。っていうことはおそらくいろんなことを自分で操作しなくても、勝手にモビルスーツが動いて処理してくれてたはずなんですよ、当時のその宇宙世紀シリーズのガンダムだとね。ただこのガンドフォーマットを積んでるこのガンダムの場合だとどうなんだろうかって思って、自分が動かなきゃ動かないんじゃないのと思って。そっか。そうなんです。だからオートでその防いでくれるというかですね、ガンダムが成長 していったそのシステムっていうのをがないんじゃないのってちょっと思いました。だからガンダムのすごいところってそこなんですよ。だから登場している登場者が優秀であれば優秀であるほどモビルスーツも進化していくんです。そういう自己成長機能がエアリアルについてるのかっていうところと、オートで動くのかっていうところなんですよ。それがちょっと僕は気になりました。ただグエルの乗っていたダリル・バルデっていう赤い機体やったじゃないですか。あれ自動で動いてましたよね。あれ黒い方じゃなくて赤い方だった。赤い方。エアリアルにこう攻め込まれている時に、確か自動で動いて、グエルが俺のこと信用してないのかみたいなことで言ってたので、だから自動機能自体はあるみたいなんですよね、通常モビルスーツには。あれやっぱそれ黒い方じゃなかったっけ。いや赤いやつです。赤いやつだ。はい、ダリルバルデにあったので、だからまあもちろん積んでるんでしょうけど、まあガンドフォーマットとどういうふうにそこが合わさって出てその機能するのか、まあそこがちょっとね気になりました、見てて。なるほどね。はい。あ、そうか、黒い方は最初に乗ってた方だから違うか。はい。失礼しました。なるほどね。どうですか？そうもね、まあちょこちょこ言った感想に加えるとするならば。はい。なんだろうな、こう学園特有のその恋愛話みたいな感じで周りが盛り上がってたじゃないですか。そうですね。スレッタとそのエランがデートするんだってみたいな感じで、なんかウキウキだったじゃないですか。そうですね、そんな感じでした。ね、なんかその他の人から見たら、なんかこのね内輪の事情はわからないわけで、男の人がエランが誰にも興味を示さないエランが女性を誘っているみたいな感じで、そういう盛り上がりのところは、なんかちょっとこうなんだろうな、箸休めじゃないもんけど、こう楽しく見てられる場面があって、バランスが良かったのかなっていうふうに思ったもんよ。確かに。あとエラン側にいた、整備士っぽい人、整備士っぽいような、はい、ね、強化人間を育てている、そばにいる人みたいな人が、はい、スレッタのお母さんと知り合い、はい、先輩後輩って言ってました。ね、だからプロローグで出てきた人かなと思ってね、うん、確認したけど分からなかったですね、うん、なんかいなかったような気がします。だからただあそこのプロローグで出てきていたら死んでるはずなので、うん、多分もともと裏切ってたんでしょうねきっと、うん、あそこの企業を。そうね、でペール社の方に事前にもう逃げてたから、うん、あの厄災に巻き込まれることはなかったのかなとかね。そうね、いやもしかしたらプロローグで出てきてたらちょっと申し訳ないんですけどちょっと見逃していたかもしれない、確認し忘れているっていうところですけどね。まあ彼女とお母さん、うん、スレッタのお母さんが、はい、これからどういうふうな関係になっていくのかっていうのもちょっと気になりますよね。うん、あと最終的に決闘した結果、うん、まあエランが勝って、はい、今度はエランとスレッタが、まあ決闘というところで、はい、もしエランが勝ったら、はい、エアリアルがエランのものになってしまうという、ね、うん、展開なんですけれども、そうなんですね。エアリアルのことを、はい、なんだろう、どうしたいもんかね、エランは。羨ましいんじゃないですか結局。ね、体に負荷がかからないモビルスーツであるのであればそれに越したことはないわけなので、うん、でそれを、ね、与えられているスレッタに対しての嫉妬もあるんじゃないかと思います。うん、ってことはだって強化人間じゃないんじゃんって思ったわけでしょ。そういうこともね、だから自分と同じ苦労をかけてここにいるわけじゃないんだって分かった途端に、うん、憎くなったわけでしょ。興ざめみたいな、ね、でしょうね、うん、だから嫉妬だと思いますよ。だからエアリアルに乗れればそれはそれでいいんでしょうきっとね。そうね、もう痛みも、うん、苦痛もまあ、はい、同じか、まあ、なく、はい、そのガンダムとして戦えるというところが欲しかった、ね、欲しいんじゃないかなって思います。なるほどね、はい、まあそんな感じでね、うん、うん、ちょっとどうなるのか、はい、ちょっと楽しみもね、また来週、ね、次の5話ね、次は6話。あ、6話か、うん、そうだ、6話は今公開されてるのかな、ストーリーぐらいは出てないかな。ガンダムは出てなかったんじゃないのかね。あ、そうなんだ、うん、ちょっとじゃあ1週間楽しみにしましょうかね、うん、ラストのイラストもね、はい、また綺麗な感じで、はい、うん、収まっておりましたがですね。うん、あとはグエルとスレッタの今後も楽しみですね。そうそうそう、なんだかんだ言いながら味方になってるからね、グエルね、うん、多分このスレッタの泣きそうな顔を見て、お前何したんだっていう気持ちだったんだろうもんね。そうですね、なんか男前だな。いや僕もそれ見て、うん、こいついいやつだって思いました。いやグエルかっこいいもんね。かっこいいですよね、うん、今後ちょっとね頑張ってほしい、ちょっと応援したいはい、まあきっとねスレッタ的にはグエルのことは何とも思ってないと思うけど、うん、そうですね、まあでもね、なんかそこがちょっと、はい、なんだろう、こうワクワクするっていうか、ちょっとニヤニヤしちゃうような関係もね。じゃあそんな感じで、はい、また来週も感想会やっていきたいと思いますので、はい、ぜひみんな見ていただければと思いますね、うん、はい、では楽しみにしていきましょう。はい、では皆さんバイバイもー。はい、さようなら、またお会いしましょう。